種塗り賞、種塗り藤巻柄の長巻長巻は、刀剣の一種で、大立から発展した武具である。研究者や資料によっては、薙刀と同一、もしくは同様のものとされていることもあるが、薙刀は長い柄の先に、切ることに主眼を置いた刀身を持つ、長ら武器であるのに比べ、長巻は、大立を振るいやすくすることを目的に発展した刀であり、 刀剣のカテゴリーに分類される武器である。鎌倉時代になり、武士が社会の主導権を握るようになると、武人として豪冠であることを誇るために、三尺を超える、長大な刀身を持った太刀が作られるようになり、これらは、大立ち、野立と称されるようになった。こうした、長大な太刀は、腕力のあるものにこぞって使われたが、たとえ腕力と体力に溢れたものであっても、 長大な分非常に重く扱いづらいため、それまでの太刀のこしらえと同じ形状の柄では扱いにくいものであった。そのため、野立ちとして使われるに従って柄は次第に長くなり、より振り回しやすいように刀身のば元から中ほどの部分に太い糸や皮紐を巻き締めたものが作られるようになった。このように改装した野立ちは中間野立ちと呼ばれ、単に 中間とも呼ばれた。これら、中間は、小柄であったり、非力であったりと大立ちを存分に振る、ことの難しいものでも用いることができ、通常の刀よりも威力が大きく、振る、投げ、突くと幅広く使えるために広く普及した。やがての立ちを、わざわざ改装するのではなく、最初から、ある程度の長さを持った刀身に、長さの同じもしくは多少長い柄をつけたものが、 作られるようになり、長い柄に刀と同じようにつかまきを施したことから、長巻ごしらえののち、長巻の立ちとなり、単に、長巻の名で呼ばれるようになった。室町時代に登場し、戦国時代に大いに使われた武器である。西洋の両手剣にも、同様の改良が行われたものが見られ、ドイツの長剣であるツバイヘンダーの、リカッソが、代表的である。長巻は、 南北朝時代に発生し、室町時代と、戦国時代と安土桃山時代に流行した。戸賀式には、大立を、中間の立ちとして用いる方法が記されている。大公記では、秀吉や信長が好んで使わせたとあり、見聞雑録では槍をうまく扱えない造標に、与えられたと記載されている。また、上杉の長巻隊や、馬のお払いなどが知られる。 徳川幕府が成立すると、刀身長三尺以上の刀は、刀ではなく、仙道具として私分であっても、個人で所有することは、基本的に禁じられた。そのため、当時現存していたものの多くは茎を短く詰めて、すり上げられ、長巻き直しとされ、中には、刀身の長さは変えられぬまま茎だけを詰めて、長巻き直しの大立ちとして自社に奉納、もしくは、 徳川家をはじめとした大名家に献上されたという一種の先祖返りを遂げたものもあった。一般的なものは全体は6から7尺、闘身3尺前後、柄は3から4尺といったもので、大長巻と呼ばれるさらに長大なものも存在したことが記録等から伺われている。中間野立として野立から改装された当初は、闘身の形状は、 大立ちと全く同一であるが、やがて後に最初から、長巻きとして作られるようになったものは、大立ちに比べてさらに身幅が広く重ね厚く、大き先となっており、なぎなたに似た、冠落ち作りもしくは、勝負作りの等身形状を持ち、茎も一尺を超える、等身に匹敵する長さのものとなっている。名は、中間の立ちを呼び、中間は当然ながら立ち名に切られ、 長巻は、初期のものは、立ち名に、後期のものは、刀名に切られているものがほとんどであるが、いずれも例外が存在しており、無名のものも多い。薙刀との違いは、問いを書いているものは少なく、反りが、先反りではなく、鳥居反りもしくは無反りに近いものであること。何より、その発生経緯から薙刀に比べて、刀身長が二尺半ばを超えるものが通例であり、 全般的に刀身が長大なことである。刀身形状等の説明については、日本刀日本刀の種類を参照のこと、立ちより発展したものであり、基本型として刀であるため、刀身には、と、切り葉、唾がつく。唾に関しては、非常に大型のものがある反面、クエデ唾と呼ばれる非常に小さなものもあり、 実用本位の無地のものだけではなく、透かし彫りや浮き彫りを施した、精巧なものも用いられている。からえみやつか頭といった、こしらえ金具も立ち用のものがそのまま使われているが、中間の立ちとなって、以降のものには立ち型つか頭につく、猿でや、手眼蝶は省かれているのが通常となっているようである。また、目抜きが用いられており、石づきは、 槍用の先線形ではなく、なぎなた用の半月型をした、切り付ける用途に向いた形状をしているものがほとんどで、ある。長巻きの名の由来通り柄は、つばもとから、つかがしらまで、糸や革で巻き締められており、現代に、当時のまま伝わっているこしらえでは、木の柄に金属を巻き付けて、漆で塗り固めたものや、単純に木の柄に黒漆を塗っただけのものも、存在する。また、 糸や皮、藤で巻き締めた上に、漆で塗り固めているものもあり、三尺の長い柄の全体にサメ革を巻いて、漆を塗り込めた上で研ぎ出した、高級品も存在が確認されている。長巻きは、足軽の使うものから、武将の用いるものまで幅広く存在したことから、簡素なものから、豪奢なものまで、多種多様のこしらいがあったことが伺われる。 長巻を元にして刀に作り変えたもので、特に江戸時代に入ってから長巻直しとして多く作られた。元となったものをどう作り変えたかにより、刃渡り三尺の大立ちから二尺以下の脇差しまで様々なものがあるが、前述のように江戸時代以降には個人で三尺以上の大立ちを所有することはできないため、ほとんどは等身長二尺八寸以下の 内刀ないしは、太刀に作り変えられたとされている。元となった長巻きの刀身形状から、鳥居反りもしくはほとんど反りを持たない、無反りで、うの首作りもしくは、冠落ち作りの刀身形状になっているものが多い。同じように薙刀を刀に作り変えた、薙刀直しと呼ばれる刀の様式があるが、長巻き直しとされたものは、っ先に、帽子と、横手があることが、 相違点であり、もともと、帽子と、横手のないものであっても、横手を引き、切っ先を、なるめて帽子を作り、甲作りの刀のごとく仕上げてあるのが特徴である。長巻きは、実際に、実戦で用いられてその威力を示したものが多く、また、質の低い数打ち物をわざわざ刀に直す手間をかける、ものもない、ということから、長巻き直しに、どんとなしと歌われ、 実際に現存する長巻き直しの刀には、有品も多い。工術の長巻き直し作りはこの歌いにあやかって作刀されたものとも考察されている。長巻きを作り変えて刀としたものではなく、作刀時から長巻き直しであるかのような形状として作られた刀もあり、それらは長巻き直し作りと呼ばれる。 ただし、長巻と薙刀の区分が明確に定義されていないこともあり、薙刀直し作りのものを指して、長巻直し作りと呼ばれていることも多い。一応の定義としては、前述のように、帽子と横手の有無で分けるとされる。長巻直し、長巻直し作りともに、こしらえは通常の内型なごしらえとされているものがほとんどで、あるが、稀に、束巻きを、 殻の半分にのみ施し、残りを藤巻や紐巻としたり、なぎなた用の円金具や筒金を用いるなどして、長巻やなぎなたの柄を切り縮めたかのようなものとして、仕立てられている変わりごしらえがあり、これらを、長巻作りのこしらえ、なぎなた作りのこしらえと呼ぶことがあるが、故障としては、一般的ではない。牙にて長巻を携える斎藤と史を描いた。 月下の石膏槍と並び、戦場では重視された武器である。武士の古い武器が、薙刀や野立ちから槍に移ると、高い威力を持つ武器として、徒歩表にも、騎馬武者にも用いられるようになった。室町時代には、薙刀と並んで主力武器であり、戦国時代には、槍が使えないなら長巻きを使え、ということが残されている。つまり、戦国時代には、槍や、 なぎなたなどの長屋の補助武器として使われた。戦国時代の織田軍では、槍などの長屋組の後に長巻きを持った中間が、大将の馬回りとして、隊列を組んだ。その重量と等身長を活かし、一振りで、相手の腕を切り落とし、鎧の上からでも相手の骨を折ることができたという。また、長巻き者たちもなぎなたも、陣馬の足を狙って、 払うことに用いられたことで知られる。そのため、薙刀殿立ちと、長巻きは、内刀や太ちとは、性質の異なる武器として認識すべきであろう。つくが、基本の槍とは、対照的に、切る、動作を主に用いる武器であった。長巻きの柄はあくまでも刀の、柄であるため、薙刀や槍のように石突きを使った攻撃はできない。長巻きは、 一般的な槍や薙刀と比べて、刀身の部分が長く、全体の重量バランスが、刀身側に偏っているため、必然的に重く、端を握って、大きく振りかぶったり振り回したりするという使い方は、できない。そのため、槍や薙刀の双方が棒術と同じく長さを生かした、ものであるのに対して、長巻きは、柄の長さを、間合いの長さとしては生かしていない。 全体の長さを、間合いの優位として活かすことは、難しい武器である。武器としての長巻の三沢方は、長巻術として継承され、木刀にも長巻の形状に習ったものは、存在しているが、なぎなた術ほどには、一般的ではない。難点は、大立ちほどではないにせよ、扱いづらいことである。柄が長いため立ちのように自在に扱うには、相当に慣れが必要である。 戦場では、と不評だけではなく、騎馬武者にも用いられたが、慣れないと振り回した歯で、自分の馬を傷つけてしまう危険もあった。長巻は、南北朝時代と室町時代と、戦国時代と安土桃山時代に特に盛んに、利用された。長巻の武器としての発展過程とは異なり、長巻を扱う武術である長巻術は、剣術系の技法ではなく、 薙刀術系の技法で構成されている。また、江戸時代に成立した長巻術の中には、薙刀術と混同している流派もあった。長巻と、薙刀の際については、刀に比べて研究が進んでおらず、刀剣分類上の区別が明確に区分されていないこともあり、同一のものとして扱われることも多く、銃刀法では、な刀の分類区分はあるが、 長巻の分類区分はない。文献から、長巻が、なぎなたとは発祥の異なる別種の部具であることは、確かであるが、長巻の定義は、学術的には確立していない。関連ではあるが、第一の識別点としては、刀身に、横手のあるものは、長巻、ないものは薙刀、なぎなた。こしらえが付随している場合は、柄が太く、つか巻きがあり、刀身長と同じ程度のものが、 長巻ご後白え柄が、比較的細めで柄に、糸巻きや皮巻きを施さず、昼巻きや藤巻が施されてはいても全面にわたって、おらず、長さが等身長よりも、はるかに長いものが、なぎなた後白へとされているが、なぎなた直し、長巻直しも含め、等身形状、後白えの形状ともに、明確な区分定義はなく、各人の是とする説や定義によっているのが現状である。 なお、日本における、刀剣研究の権威である、佐藤勘山、本間薫山漁師の研究をもとにした、勘山派及び、薫山派の刀剣分類では、長巻と、薙刀は、基本的に同じものであり、両者の区分は、こしらえによるものであり、刀身によるものではないとしている。大立ちと野立ちの語の使い分けには確定した説が、ないが、単純に長大な立ちを、 大立ち、戦場で使うことを前提としたこしらえに収められているものを野立ちと呼んでいたというのが現在の主節である太ちの形状は片手で振るうことが前提となっているため刀身に対して柄が短すぎて構えたり振ったりが難しい通常ワン型の日本刀はつば元から中ほどの部分には刃をつけないこれはこの部分で切りつけることは 日本刀の三沢方としては通常は行わないため、ハット ABCDEFGHIJK とだ、藤成。武器と、防具日本編。新起源者刀と首取り。平凡者新書 AB ビジュアルポーズ集。図説戦国甲冑武者の出立たち。新起源者、笹間義彦。イラストで、時代交渉に日本軍装図鑑上。 お山かく切っ先を右に向けて刃を下にした時に見える。側に切る切っ先を右に向けて刃を上にした時に見える。側に切る槍や薙刀なたにおいて、柄の終端、刃のある側の反対側に装着する、金属製の部品。地面に突き立てておく際に柄を保護し、また、刀身の反対側でも、突きや、切り付けて戦うための金具。剣でザメと呼ばれる技法図説に本武器修正。 学研 AB 図説日本武道辞典。柏書房、低い位置で横投げに切りつけること、図説戦国時代武器防具戦術百科、原書房、武器と、防具日本編新紀元社。イラストで、時代交渉に日本軍装図感情を山書く。日本の武器、甲冑前史、辰巳出版。ビジュアルポーズ集図説戦国甲冑武者のいでたち、新紀元社。 長巻きとして確立される発展途上のもので茎が比較的短いものについては、太刀もしくは刀として登録されているものも存在する。ありがとうございます。